こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。 今日はジャズ歴史講座でティンパンアレーのお話をしたいと思いますね。でティンパンアレーってそもそもなんだというとですね、こういう日があるんですけど、今でも残ってるんですけど、28ストリートの Between Fifth and s i t h Avenue なので、えっ、ー、と、マンハッタンと行った方はわかると思うんですが、えっ、ー、と、アベニューっていうのが縦にこう東から1番、2番、3番、4番、5番、6番ってずっとついてて、えっ、ー、と、ストリートは下から順番にずっとこうストリート1、2、3、4になる。 で、はーここのセントラルパークの上のここがちょうどハーレムになるので、110丁目、120丁目、えっ、ーえー、と、ストリートのこと何丁目っていうふうに言って、えっ、ー、と、アベニューのこと何番街っていうふうに言ったりします。なので、ここ140丁目ぐらいになるとこの辺なんですが、ここが要は、まあえー、昔コットンクラブがあったりとか、アポロシアターがあったりとか、黒人の居住地域になるわけですね。で、えっ、ー、と、ブロードウェイというのがこう走ってまして、で、細かく見るとですね、28なんで、 このあたりですね。28の5から6番街のあたりのこのブロードウェイとこの交差するここの、この道のことアあれっていうのは小道っていう意味なので、ストリートのことを、まあ言い方としてはなんちゃらなんちゃら、な,なんちゃらあれっていうふうに言ったりとかするんですが、まあ、えっ、ー、と、ティンパン横丁ってことですね。ティンパンっていうのは何かっていうと、えー、この当時、印刷出版会社っていうのがあって、で、その、 コン器とかっていうのもまあもうあるんですけど、基本的にはこう、ピアノのこう譜面を売るわけですよ。で、それをこう、こういう曲ですよっていうのを弾いてると、音がティンパンティンパンってなるので、ティンパンアレという風うに呼ばれたそうなんですね。で、その、 ちょっと話は遡るんですが、1700年が800年代ぐらい産業革命っていうのが起こるわけですえ。産業革命っていうので、まあ人々の暮らしは豊かになるわけですね。要は石炭とかそういった動力を使って大量に物を作ったりするものですから、まあ要は物資がだん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 豊かになってきて、そうするとプロレタリアートっていう中産階級っていうのがやっぱり出てきて、そういう人たちの、えー、一番、こう、ステータスって何かっていうとですね、やっぱり自分の娘がいて、 で、それが家帰った時にピアノを弾いているっていうのはやっぱりこう、リビング帰ってきたら、娘がピアノを弾いてるっていうのがもう、これがもう一番のステータスだったわけです。なぜピアノだったかというとですね、ピアノって女の子が足を閉じて座れる唯一の楽器なんですね。だから、足を座 閉じてえっ、ー、と、ハープとかも結構足開くんで、あと、バイオリンとかフルートとか立つでしょで、チェロとかも,もちろん足開いちゃうんで、なので、その高級感もあって、なおかつそのゴージャス感もあって、女の子がそれを弾いてるっていうのは、まあ、もう最高のステータスだったわけですね。で、印刷物っていうのが、 基本的には、こう、音楽産業の中心になっていくか古典派、もう古典派、ハイドン、モーツァルト、ベートベンっていうクラシックでは覚えておけばいいので、ハイドンっていう人が、まあ、こう、好曲いっぱい書いたと。で、もうこういう印刷物で印刷出版したりとかすることで、やっぱりこう、彼は、彼かなりの富と。あと、コンサート。ハイドン、モーツァルトの頃はとか、えーベートーベンの頃はですね、とにかく貴族に、えとにかくこう、 取り入っってて貴族にそこのこう葛藤をモーツァルトすごい書いてますね。要は音楽わかってないやつが色々指示しやがるみたいな。ベートメンはそれを見てるので、ベートメンは一度も貴族にはつくことはなく、もう作曲家として、まあでもこれ時代ですよね。そういうちょうど変わり目の時代だったので、これちょうどマイルスの今辞典読んでるんですけど、辞典でもあの何度も読み返してるんですけど、マイルスもちょうどその、 要は、ルイ・アムストロングだとか、ディジー・ガレスピとかの世代の人たちは、白人にペコペコして、仕事しとらなきゃいけなかったけど、俺は全然白人にペコペコしないっていうふうに書いてあった。ちょうど、でも彼も言ってますが、ちょうど俺の時代がその時代になってて、俺もその前に生きてたらそうしなきゃいけなかったかもしれないっていうことは言ってましたね。 で、その後ロマン派でショパンとかリストとかそういった、まあ元のシューマとかいっぱいいるんですけど、そういう人が出てくるんですが、要はこの当時に結局その印刷物で物を売っていくわけだから、その印刷のこの紙ですね、この要は譜面っていうのを売るためには、結局その譜面屋さんに行って、こう、買うわけですけど、 その音楽をこう CD とかで聴いたりとか iPod で探すわけにいかないんで、どうするかっていうと、結局このこの曲ってどんな曲ってお父さん弾けないから、そしたらそこでこういう曲ですよーって、今流行りる曲ですよって弾くっていう、それが、えー、まあ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 行われてるのがティンパンアレーっていうことなんですね。で、それのえまあ代表作曲はハロル・ダーレンとかアビム・バーリンとかで初オーラーなんですね。えティンパンアレーのピアノを弾いていて、そこでこう、 自分の、こう、経験を積んでいく人たちが、まあ、ジョージ外周にだったり、ジェローム・カーンだったりします。アビング・マリーと多分ね、ジョージガーシュに多分、同じぐらいっていうか、ガーシュンの方が多分、年上なんですけど、まあ、えー、こう。 ティンパンあれでピアノを弾いてて、そこで切磋琢磨して、こう、そうやってピアノの演奏をしながら、作曲のいろんなものを、こう、目を見れるわけですから、そういうふうのを見て、研究して、で、勉強して、自分も作曲家に回っていくっていうのの代表作が、ジョージ・ガイシュンとジェロム・カーンということなんですね。なので、要は、要はクラシック、要は、 ジャズの歴史のなんか教本を見てると必ずティンパンアレイっていうのは出てくるんですね。このティンパンアレイは何かというと、こういう印刷物で販売してた時代のこのジャズの。まあ、代表的なものはですね、あのスコット・ジョフリーのタバダランチャチャンチャチャン、チャ,ャ,ャララララランタタンタンみたいなね。あんな曲が、あれはもうアドリブがなくて、全部書いてあるんですね。だからリードシートってやつですが、左手とも右手も全部書いてあるという。それをこう。 ティンパンアレのピアノ弾きの人が弾いて、それをこう、貴族の人たちとか、裕福なお金の持ちの人たちが買っていくっていう、そういうシステムである、で、ここで、こう、要は、ポピュラーミュージックっていうのが栄えていったという、えー、1900年代、初頭の、まあ、音楽産業の流れになるわけですね。というわけで、ティンパンアレという、 なので、このティンパーアレンジでのジョージ・ガーシュインとかジェローム・カンっていうのはもうとても古くていい音楽、あとバーリンもそうですけど、いい音楽をいっぱい書いているので、その人たちの音楽をジャズミュージシャンが取り上げることが非常に多いので、まあ、少なくともこの、ね、ジョージ・ガーシュインはまあもちろん皆さんも、 ご存知か、サマータイムとかね。えー、もう本当ジャズの人がもう取り上げる曲がものすごくたくさんありますね。ジェローム・カーンもそうですね。えー、煙が目にしめ、えー、目にしみるもあれば、えー、っと、そうですね。イエスタデイズとかもそうですしね。まあ、あの、アビング・バーリンとか、ロド・アーレンとか、この辺の人たちっていうのは、ジャズミュージシャンが、まあ、この当時のポピュラーソングなので、そういう曲を、えー、よくできたハーモニーを使ってアドリブをしていくということでございました。 以上、今日の内容が、えー、面白かったな、えー、興味にな、興味持てて、えー、ためになったなっていう方は、いいねマークを押していただいて、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします、えーメル。メールマガジンを登録していただけると、毎日こういう、えー、歴史のこととか、パソコンのこととか、ドラムのこととか、ジャズのこととか、いろんなことを、えー、こう、 メールでお送りしたりとか、えー、動画でお送りしたりとかしてますので、よければメール、マガジンの登録もよろしくお願いします。以上です。今日も最後までありがとうございました。